アレキサンドライト。当たる光の種類で色が変わって見えるが、同じ石であるアレキサンドライトは、1830年、ロシア帝国ウラル山脈東側のトコワヤのエメラルド鉱山で発見された、金緑石の変種。発見当初はエメラルドと思われていたが、すぐに昼の太陽光下では青緑、夜の人工照明下では赤へと色変化を起こす。 他の宝石には見られない性質が発見され、珍しいとして、当時のロシア皇帝ニコライ一世に献上された。公説では、このロシア帝国皇帝に献上された日である4月29日が、皇太子アレクサンドル二世の12歳の誕生日だったため、この非常に珍しい宝石に、アレキサンドライトという名前が付けられたとされている。 また当時のロシアの軍服の色が赤と緑でカラーリングされていたため、ロシア国内で大いにもてはやされたという説もある。6月の誕生石の一つである、鉱物学的性質については、金力石を参照微量に鉄、クロムなどの不純物を含む、モースコードは8.5、青緑色系スペクトルの強い太陽光の下では、 青緑色を示すが、赤色系スペクトルの強い白熱灯や、ろうそくの明かりの下だと色が鮮やかな赤色に変わる。これは微量に含有されているクロムの影響で、光源によって一子に吸収されるスペクトルが大きく異なるためである。1975年には、人工合成に成功し商業生産もされてはいるが、合成宝石自体にあまり人気がないのでその量はわずかで、 しかも製造コストが高くつくためほとんど市場には出回らない。人工合成石はレーザー脱毛無形量用レーザー装置の媒質としても使用されている。産地としてはスリランカ、ブラジル、ロシア、インド、タンザニア、そしてマダガスカルなどが挙げられる。一般にロシアのウラル山脈産の石に優れた変色効果が見られるとされているが、 損であり、滅多に市場に出回らないため、ロシア産というだけで高値がついている場合がある。また、一方で、同地産は、内部にインクルージョンや傷を抱えたしが多いとされている。ブラジル産には、透明度、変色性ともに上質のものが稀に見られる。暗緑色ではなく、青みを帯びた緑色に変色するものには、特に高価な価格がついている。スリランカ産は？ 大きな石の産出が見られるものの、色変化も含めその品質は、今一つとされている。変色効果はこの石のみに見られる特徴ではなく、アメシスト、アンデシン、不純物として、バナジウムを含んだサファイアやスピネル、トルマリン、あるいは一部のガーネットにも、同様の効果が見られる石がある。また天然石のみならず、代表的な人造宝石キュービックジルコニアや、カラーチェンジのサファイア、 スピネルについては、極めて安価で、人工的に合成もできるため、合成アレキサンドライトと振り込みのある、安物のジュエリーに使われている石は、こうした石であることが多い。ありがとうございます。